6つのギターどうもそうじゃないそうですということで今回はですね よくぞ見たと思うそうじゃないそうです。ということで、先ほどですね、ラジラーサンデーにて35枚目シングルに収録されるご規制歌曲、ジャーネが切ないが初オンエアされたので、ちょっとね、えー、それを聞いた直後の感想、話していきたいなと思います。まあ、このね、ジャーネが切ない、えー、今回のご規制歌曲、35枚目シングルのご規制歌曲ということで、まあ、まずはセンターですよね。まあ、センターもね、分かってなかったんですけども、今回、ジャーネが切ない5規制歌曲センターを務めるのは、いよきまお いや、来たね、いよきちゃん。もうめちゃくちゃ嬉しいも。もう本当にね、おめでとうございます。で、まずはセンター、おめでとうございますっていう感じなんですけども。だって僕といえばね、イオきちゃんの歌声が一番好きですから。<laughs> だから僕イオキちゃんの歌声が好きな僕からしたらさ今回エグいのよごキセ楽曲センターイオキちゃんでさでサルビアの花を覚えている回もあるじゃんカフェオールの楽曲もだからエグいなでちょっとありがたいなっていうね感じなんですけども、まあ、このジャーネが切ない皆さんどうでしたでしょうかいや良かったですよねまたこう今までのねごキセ楽曲、まあ、今回で7曲目かなごキセ楽曲になると思うんですけど こうまた今までの5期生楽曲とも全然違った感じの楽曲になっていたのかなっていう感じでまあ結構こう切ない感じの楽曲まあ歌詞もそうですけどだったのかなっていうねまあいおきちゃんがね曲紹介の時に言ってましたけど歌詞は学生の帰り道の恋模様を描いたみたいなあでまただけどこう喫茶店のとかマスターとかこう懐かしいレトロな感じの胸がキュッとなる曲 だよみたいな感じで言ってましたけども本当にその通り <laughs> 本当にその通りでねこう聴いてても胸がキュッとなるようなこう感じだしそういう曲にいきちゃんがセンターっていうのもねすごくいいなって思うしね結構しっとりした感じの楽曲だったのかなって 思うしまああとはやっぱシーメロかなシーメロの最初のイオ樹ちゃんのソロパートめちゃめちゃ良かったなっていうね、えー、思ったりとかまああと歌詞で言うと、まあ、いきなりねもう「ジャーネ」ってなぜ切ないんだろうみたいな「また明日君に会えるのに」っていう感じでね、まあ、タイトル「ジャーネ」が切ないですからいきなりこうタイトルもバーッグち込んでいってみたいなね感じでまあサビもね「ジャーネ」がなぜ切ないんだろう何時間君に会えないだけでみたいな。 そう感じで、まあ、結構歌詞も切なめなんだけどなんかこう暗い感じの切なさじゃないのが僕はすごくいいなというかなんかこうやっぱ、ね、なんかこの人と別れるのが寂しいみたいな悲しいみたいな感じじゃんこの瞬間がいつまでも続けばいいのにみたいなさ今ね一緒にいる時間がみたいなずっと続けばいいけど、まあ、その別れるは来るわけじゃないですかその、ね、じゃあねっていうところじゃあねが切ないよねっていうなんかこう。 で幸せをかみしめた上での「じゃあね」って切ないよねみたいな「じゃあね」って何で切ないんだろうみたいな感じのなのがちょっといいなって素敵だなって思いましたね。いやいいねこう棋聖曲いいのよなんか MV もあるみたいな話もねしてたんで、まあ、後々公開されるのかなと思うんでそら辺もね楽しみだなと。 思います。はい。ということでね、今回は35番目シングルに収録される、えー、ご寄席楽曲、じゃあねが切ないがね、初お祝されたということで、ちょっと感想を語っていったんですけども、もうまずいよきちゃんがね、センター、本当におめでとうございますという感じだしもうめちゃめちゃ嬉しいですね、僕。<laughs> イよきちゃんセンター、ついに来たかと、ご寄席楽曲で、ついに来たかって感じで。 めちゃめちゃ嬉しいし、まあ、楽曲もね、すごく、えー、切なさも感じるけども、すごく素敵な、楽曲だったんじゃないかな、と思いました。はい。ということで、今回はこれで終わりたいと思います。ぜひですね、皆さんの感想もコメント欄で教えていただけたら嬉しいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画、少しでもいいなと思ったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ツ Twitter と Instagram もやっておりますので、概要欄からフォローしていただけると幸いです。バイバイ